学校でな、昼休みな、今は八百屋池によく行くんよ。おー、定食屋みたいな定食屋さん、チキン南蛮定食がめっちゃ美味しいから。でな、八百屋池行ったことある？あるよ、あのご飯おかわりできる。そうそう、ご飯おかわりできる、そうそう、まさに。でな、学校のすぐ横にあるのよ、高田のバーバーの駅のすぐ近くに弥生県が。だから当然俺は財布と携帯だけを持って行くわけよ。カバンの OL スタイルや。OL スタイル、そう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 。で、食べるわな。で、もう携帯にちゃんとか見ながら飯食うわな。で、財布もまあ長財布やから、ポケット入れるのもあれやから、まあ手に持って行くわな。で、こう机に置いてるでしょ、で、ご飯食べてるやんか。でな、おかわりしに行きたいねん。ご飯取りに行きたいねん。の時に、でも横にサラリーマンとかお姉さんとかいっぱいおるわけよ。この財布をな、ここに置いていくのも、よくないけど、ご飯すぐそこやで、3メートル先の炊飯器のところに行くまでに、財布も持っていくのも、何お前、パクれへんよって思われそうで、めっちゃむずいね、それが。だからもう、やゆきには行ってない。行けない。まあ、そういうリスクがあるからな。どう思うめっちゃむずないこれ、地味に。これはもう簡単やねん。あの財布は持っていくって、もう一択やねん、これは。知ってる、俺、健太が何て言うか知ってんねん。疑いたくないからよ。じゃあ、取られるから。いや、でもな、なんやろな、横もな、大体サラリーマンやわ。まあ、あの時間食うてるなんか。40代、50代や。これ、横に学生のドキュンがおったのよ。俺も持っていくよ、それは。まあ、パクれへんやん、おっさん。まあね、普通はね。けど、行ってもご飯よそって帰ってくる、まあ30秒。まあでもやっぱ置いていかれへんよな、最後。まあだって30秒やったら、まあ、軽く200メートルはいけるからね。それ、いるか今、その説明。あ、取って逃げた時にってことだ。まあ、おっさん30秒で200メートルってめっちゃ速いけど、100メートル15秒。陸上選手やぞ。そんなことないよ。100メートル10秒ぐらいで走るから。おっさんな、高田さんママとおっさんになったら。じゃあ、陸上選手やから。ああ、しかも取って逃げてるっていう、カジマのクソ力出てるからな。そうそうそう、200は行くから。そしたらまあ、追いつくの結構大変やしな。そう。この弥生県事件をね、どう捉えていくかっていうことが33歳、最大のテーマですよ、これ。でも俺はもう置いていきたい。本当は財布は言ってたな、鍵はかけない、鍵はチャリンコの鍵はかけない、隠れる人なんていないという世の中に、そう信じたいんだけどさ、いやーそうやな、あの弥生県のしゃもじってなんであれ氷漬けにされてんの、ご飯がつかへんようにじゃん、でもお水でええやんか、そうやな、ああいうさインナータイプっていうか、あのハウスインビルトインタイプわかる、あれもこうテーブルがあってその上になんかしゃもじ置きを入れてるんじゃなくて、くり抜かれたんで、こう。もともとそういう設計やわ。あの、炊飯器もバコって入るような机やわ。ああいうのテンション上がんねん、俺めっちゃ。あれやんか、机にもあの、ターンテーブルの、この、穴開いてるやつ。そう、面が、このターンテーブルの面とこう一緒っていう、あの、ビルトインタイプ。テンション上がらへん。上がる上がる。テンション下がってるな。テンション下がる。うわー、広い人がどないしてんの、そもそも。いやいや、あの大体石屋で、それこそ弥生県とかさ、その辺のフラット、まあ俺営業やからさ、そうか、まあ、うろうろしてその辺のパッとあるランチ1000円とかさ、800円とかなんやらっていうところに入って普通に食うてるけど、まあ俺はカバンがあるからな、カバンに財布を入れて、そうか、全然違うね、生身の財布やと、まあ、しかも弥生県行くようなやつらなんか低所得やからさ、食うやんか、取るやんか。ああ、なるほどな。辻健太っていう人間が、弥生県行く人間は低所得者やって言ったよな。辻健太っていう人間やな。はい、ほんで。てやっぱ取るってそら。だってもう、最近、あれやで、お昼ご飯食べるのも1回500円までとか、なんやっけ。お小遣いは月3万円とか、もうみんな。とこの前言ってたね。もうみんな悲惨やで。月3万円なんか、ポンプ日より一食でなくなる。いや、ほんまこういうことやで。学生が一月で買う、なんか、副代よりも少ないんやで。そしたらもう取るやろ。ほんまにおんの、そんな人って。でも、都市伝説じゃなくて。いや、おるよ。月3万円え、全然おるんじゃん。でもそれランチとか、あ、お弁当作ってくれてんの奥さんが。いやいや、もう、込み。いや、だってそれランチで500円で、20日働いたら、あ、1万円か。うん。
あと2万円や、うん、あまあでも朝と夜はもう家で食べるし、そう考えたらやっていけそうやけど、でまあタバコとか吸わへんかったらね、そうかタバコ吸うてもらったらもう1万円またそれで飛ぶしな、うんうん、だから飲みには行かれへんもな、飲み代はもう別請求になるけど、あんま行ったらこうまたみたいなこと言われるやん、めっちゃかわいそうやん、そうそう、そんな時にはね、弥生軒たまたま入ったら横の席のやつが財布置いていくんやブルガリの長財布を、そうそう、あこいつブルガリやから取ってもいいかなってなるやん、どういうこと、じゃあ財布にブルガリをブルガリの財布買うってことはそこそこかな、あ金もあるし、あそうそうそう、この財布がなくなったところでいたないと、そう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 、それは確かに逆の発想や、じゃあ財布がボロボロやったら取られやすいってこと、取られにくい、そっちじゃん、あそうか、取られにくい、あそうか、うん、こいつはこんな財布使ってるぐらいやから、あ取ったらかわいそうやんってなるやん、あのブルガリを持っている人は、あそういうことね、あでもそれその逆の発想というか、クワマンが言うてたよ、うん、あのクワマンほらしばらくニートの時期あったやんか、うん、あの仕事決まらへん時期に、うん、主婦、主夫の主婦を雇ったんよ、まあ就職活動、転職活動しながら、うん、あやちゃんが仕事行って、うん、家でご飯作ってたの、長い時間かけてね、で帰ってきてあやちゃんにご飯出したら、あ美味しいって言われて、全然嬉しないと、いや当たり前やろって、だってずっと味見もしながら時間かけて作ってたんやから美味しいなわけないやんって思うみたいなこと言ってて、だから俺をご飯屋さん行ってね、美味しいって言っても多分嬉しないんやでって言ってたね、クワマンは、そのこっちプロやから、それは、うん、嬉しないというか、うんっていや、まあ、そりゃそうやねって言う、思てんねんでって極悪非道なこと言うてた、ね、もう全然考えられへんな言うたんやんな、そんなのありがとうってな嬉しない、いや絶対嬉しいやろそんなの、でも、うん、でもえマジで美味しいとは思えへんやろ料理人の人はそりゃ思わへんやろなんやろな、なんか不思議なのよな、でもその感覚って、確かにバスケット選手に向かって、うん、背高いですねって言われても、バスケット選手うま、嬉しないやろ、うん、見ての通りっていうのと一緒やろ、だって背高いですねは嬉しないやろちょだってさ、うん、もうまがいなりにやで修行積んで、うん、自分のお店を抱えるまでになったわけやんか、うん、おで毎日毎日他のことを、うん、俺が広告作るのと一緒のでさ、うん、毎日毎日お料理作ってるわけやんか、うん、美味しいですって言われても、おお、いや、うんうんうんっていう、何の感動もないよね、あまあ美味しいですねっていう中には喜びがあるやんか、うん、ありがとうや、つまりはそうそう、それがそれを感じひんクワマンの心がすさんでるんじゃない、いやあいつはほんまサハラって言われて心サハラ芸人やからじゃでもありがとうもさ、うん、いや俺も言うんやけどさ、うん、ありがとうって、うん、ごちそうさまでありがとう、うん、まあでもそれタダで出してもらったらあれやけど、うん、まあ、お金払うとるからね、うん、こっちとしては、うん、どっちがありがとうやねんって話よね俺も心をサハラ立ててるこれやってるなやってるなってる、コンシャスラジー。